TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 どうもクリス・ペプラーです。実は私今私の横にもあるんですけど、先週 TOKYO が終わった後にこの東京ウォーカー超人気企画、再び100人が選んだ絶品ラーメン超保存版ラーメン大特集号を見ていましてですね、そこにちょっと家から近いラーメン屋さんがあったんで、おこれ行ってみよう。で、かみさんと一緒に、ちょうどその午後は暇だったんで行ってみたんですよ。で、歩いてくともう11時半ぐらいで行列ができてる。ああ行列、私自慢じゃないんですけれども、行列が大嫌いなんです。ともかく多分世の中で一番嫌なのは待つことなのかなって。人は待たせるんですけど、どうしようと思って、まあでもそんなに長くないの、15分20分経っても全然こう、そこでどうしようかな。ちょっと僕は持論がありまして、行列のできる店に絶品はないんじゃないかなずっと思ってたんです。じゃあここでちょっと自分の持論をちょっと試してみよう。で、待ちました。なんだかんだ1時間待って入った、小さいお店です。入って頼んだ、別にそうなんですよ。あ、やっぱりそうだと思って、それはまずくはないですよ。まずくはないし、まあ美味しい、まあまあ、でも全然行列できなくて、もっと美味しい店はいっぱい私知ってます。そうなんだ、やっぱりこう待つのが好きな人がいる。だから別にね、人の人生を俺やんや言うつもりは全くないけれども、でも待つの好きな人いるかもしれない。私は待つの好きじゃないんです。で、待つのが好きな人いるかもしれないね。楽しみにして楽しみにしてさ、なんかこうね、我慢して我慢して、それでおーやっとありつけた。ぶっちゃけ腹が立ちました。これで1時間待たせるかよ、本当思ってしまいました。私はでもいいと思います。それはやっぱり待つのがやっぱりそうなんだろうな。やっぱりなんだろう、やっぱり大勢いると安心するっていうのはあるのかもしれませんよね。どうしよう、美味しいのかな、美味しくないの、あでもみんなが美味しいと思ってるんだから多分美味しいんじゃないかな。うん、みんながこんなに並んでるんだもん、絶対美味しいはずだよ。それでも全然俺はいいと思うんだけど、でも私はもう二度と待たない。うまい店ってね、待っても10分15分だね、本当にうまいラーメンは。で、やっぱり本当に美味しいものが好きな人は、まあいいや。あともう一つちょっと話題のチョコレート店がパッてありまして、そこも行列ができるんだよね。で、前仕事場、まあ、とあるスタジオの近くにそのチョコレート店がオープンしまして、ちゃんとこう人が並ぶエリアをあえて作った。並んでないんだけど、まあ、パッて少人数並んでてパッて並ぶわけは分かりました。ものすっごい時間かけん。だからチョコレートのすごい簡単な出し物なんだよね、そのチョコレートっていうのは。でも15分待たせん。でもどう見てもこれは5分で出せるはずなんだよ。待たせるんだよ。待たせることによって滞留させる、自然に行列、まあ、あれは僕は行列と言います、あれは渋滞です。だからまあ、ここだけの話ですよ。私本音ボロボロ言いますけれども、そうです、私もう普通テレビとか出てもう好感度上げたくてしょうがなくてね、もう心にもないことバン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 言ってますからね。最高とか言ってますよ。でもこれが本音なんです。さあ、それでは続いて最高の5曲を発表したいと思います。オリンピック TOKYO HOT 100最新のトップ5はこうだ。5位はエリー・ゴールディング Love Me Like You Do。 いろんな意味で話題の映画 Fifty Shades of Grey のサントラから、 J-WAVE でオンエア抜群で先週12位からトップ5入りを果たしました。4位は先週トップ目前の2位から痛恨の2ポイントダウン、ワンオクロッククライアウト。3位は元アーシスノエル・ギャラガーズハイフライングバーツ、Ballad of the Mighty Eye。 ニューアルバムのセールス絶好調で先週40位から一気にトップ3入り。2位はイエイ・リレオ Miss You。 先々週4位、先週3位、そして今週は2位、一歩ずつ順位を上げ、ついにトップ目前までつけました。では最新の TOKYO HOT 100 No.1 はサム・スミス、やりました。デラックスに今年初の3連覇達成、サム・スミス Stay With Me No.1 Again。
はい、いかがだったでしょうか。東京ホットワンハンドレッド、最新のトップ5でした。さあ次回東京ホットワンハンドレッド、ゲストは久保田俊信さん、持ち込みレコメンは鎌田さん、どうぞお楽しみに。 J-WAVE Podcasting Tokyo Hot 100.